メタファイブの高橋幸宏です。メタファイブのテイトバです。今回僕たち、3度目のワールドハピネス、まあ一応鳥ということですね。そうですね。でしかも、まあ、今年いろんな夏フェス出て最後にワールドハピネスを迎えるということで特別な瀬取りを今考え中です。今さら今考えてるのかよと思いの方いらっしゃるでしょうけど、うん、新たに加えるということで、ね、そうですね。さっき話に出たのはあの死ぬやろうっていう話。出てない。それも出てないし、それから、ライディンも出てません。そうですね、ライディンは出てないですね。でもなんかマリンがこれであのバックステージで控室でセンメリーピアノがあったんでセンメリー弾いてたというね。練習好きなんですかね彼は。練習好きですね。そうですね。センメリーどうですかねマリンの。いいと思います。僕たちはけて、はい、アンコール終わった後に客出しの時に一人で残ってもらって弾いてもらうっていう、これはまあみんなから言ってみましょうかね。そうですね、マリン一人で1000メリやってもメタファイブですから。そうです。その代わりあのマリンからのやりましょうよって曲が一曲あるんでこれ今検討中です。そうですね、これやったら きっと皆さんおかぎょかかそんな感じですね。そうですね、まあ、ジェとか普通とかまあそんな感じだと思うんですけども何かやりましょうとそういう感じで考えてます。はい、まあ、他のメンバーオヤピーもアメリカ帰りちょっとまあその頃には治ってるか、もう時差ボケも治ってるでしょうし、最高のパフォーマンスができればなと。天気だけはなんとかしてくださいね。皆さんに言ってもしょうがないですけど誰か、晴れ男晴れ女の方々、力添えをしていただきたいと思います。ということでいいでしょうか、ね。はい、そうですね。あとはやっぱりあの水分補給をこまめによくとってアルコールと同量なぐらいは水分補給をしましょうね。そうですね、喉乾いてアルコール飲むと水分取られちゃうんですよね。そう、利尿作用が強いですから。はい、年を取るとこういう話しかしなくなります。